ームの詰め替えインク簡単詰め替え説明、ヒューレットパッカード用。カートリッジをホルダーにセットします。インク注入口を注入口開けジグで開けます。インクをカートリッジに注入します。ニードルが止まるまでしっかりと注入容器を差し込んでください。注入ハンドルを先端が中心に接するまで回します。接したところから4分の1回転し5秒間放置を繰り返してください。確認シートにインクがにじんできたら回転を止めてください。カートリッジのインクを安定させます。カートリッジの下から吸引器を差し込みます。1メモリまでピストンを引きます。カートリッジの取り付け準備をします。混色した余分なインクを除去し3色のインクがはっきり見えるか確認してください。インク注入口をシールで塞いでください。カートリッジをプリンターにセットして完了です。